疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。チャンネル登録していただけたらもっともっと嬉しいです。それで今日の話は、プライベートの動画でも言ったように、キュウリの顔をした元ポンチュー役だ。それと、まっちゃんとのトラブルの話をしたいと思います。そのね、キュウリみたいな顔をしたね、元ポンチュー役だ。その人間のことを、キタニということにします。よくね、その人間、現役当時ね、キタニっていう名前を名乗ってたらしいんですよ。なので、そのキュウリの顔をした元ポンチュー役だを、キタニということにします。はい。そのね、キタニは、山口組のある三次団体のね、本部長してたんですよ。ポンチューのくせしてね。それで、まっちゃんのね、兄貴分がね、面倒を見てたゲーム屋があるんですよ。関西にね。そのゲーム屋に、その北にがね、よく出入りしてたんですよ。覚醒剤体に入れて、よくね、出入りしてたんですよ。それで、まっちゃんも兄貴分が面倒を見てる店だから、関西に行った時は、立ち寄るようにしてたんですよ。ちょこちょこね。それで5万円ぐらい負けたら、もう帰ったりとか。まあ、そんな感じだったんですよ、まっちゃんはね。当時、北にはね、ものすごくお金が回ってたんですよ。自分の下の人間、若い人とか、射程じゃないんですけどね、自分の下の人間に、覚醒剤を売らせてたんですよ。その下の人間がね、めちゃくちゃ売るらしいんですよ、覚醒剤を。それで1日ね、北にの取り分が、40、50万あったらしいんですよ。毎日ですよ。だからね、北にはね、お金が回ってたんですよ、当時。でも、もう、見た目がね、ザ・ポンチューなんですよ。もう、いかにも、頭が飛んでる顔してたらしいんですよ。それで、当時ね、まっちゃんが、ヤクザに燃えてる頃だったんですよ。頑張ってる頃だったんですよ。それで、次のうちね、半分ぐらい、関西に行ってたんですよ。それで、そのゲーム屋にも、次ね、3回から4回、顔を出すようにしてたらしいんですよ。兄貴分に、まだ中世誓ってる頃ですからね、まっちゃんが。それで兄貴に、金が落ちてる店やと。俺がちょっとでも恩返しせんなあかんとか、そういう風に思ってたらしいんですよ。当時のまっちゃんはね。それで、ちょこちょこ行くから、その北にともね、よく顔を合わせたらしいんですよ。でも、お互い喋ることもなくね、普通にまっちゃんはゲームを楽しんで、5万円ぐらい負けたら帰って、で、勝ったらしつこくやって、最後は負けて、みたいなね、感じだったらしいんですよ。でも北には金持ってるからね、もうずっと売ってるらしいんですよ。ゲームを叩いてるらしいんですよ。そんなある日ね、たまたままっちゃんが調子良かったらしいんですよ。それでお金に変えて帰ったらよかったんですけどね、しつこくね、ゲームを叩いてたらしいんですよ。ずーっと。そしたら夜中ね、2時か3時ぐらいに、北にの下の人間がね、来たらしいんですよ、ゲーム屋に。そしたらそこでちょっとね、北にが怒ってるらしいんですよ。その下の人間に。それで、北にが、その下の人間を、表に連れ出したらしいんですよ。そしたら、表で、ガンガンって鳴ってるらしいんですよ。それで、カメラがあったらしいんですよ。そこの店ね、入り口に。そしたら、モニターにね、北にが殴り回してる姿が映ってるらしいんですよ。でも最初、まっちゃんは、人のことやから、ほっとこうと、無視してたらしいんですよ。それで、あまりにもね、ちょっとしつこいから、警察来てもダメだからね、まっちゃんが止めに行ったらしいんですよ。もう、その辺に仕上げたらどうですかと。ここの店にも迷惑かかると。だから、焼き掘り込むんやったら、どっか遠いとこでやってくださいよと。店に迷惑かかったらダメだから、やめるか、よそに行くか、してくれと。まあ、そういうふうに言ったらしいんですよ。そしたら、それはそれでそこで終わったらしいんですよ。で、北には戻ってきて、またゲームをしだしたらしいんですよ。で、その、下の人間は、そのまま帰ったらしいんですよ。それで、まっちゃんが、1時間ぐらいしね、帰ったらしいんですよ。それで次の日の夕方ね、事務所でいてたらね、ゲーム屋からまっちゃんに電話が入ったらしいんですよ。それで、昨日のお客さん、北に、まっちゃんと話がしたいと、連絡取ってくれって言ってるんですよと。まあそう言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんは、下の人間に焼き掘り込んでる時にまっちゃんが止めたから、お礼の電話かなと、勝手に言う風にね、考えて、電話をかけたんですよ。ゲーム屋に聞いた電話番号をね。
そしたら北見がね、お前こらーっうちの従業員返せこらーっつって、こう言うてきたらしいんですよ。ね、何の話しとんねん、あんたっつって、ママちゃんは言うたらしいんですよ。そしたら、お前、金も、学生代も、下の人間も、全部持って、どこに行ったんやっつってね、こう言うらしいんですよ。で、まっちゃんはもう、北見がポンチューやつの分かってるからね、もう、見た感じで。ね、お前何言うとんねんと。体から覚醒剤抜いて、3日ぐらい、よー寝て、もう一回電話しようかいって、プチンって来たらしいんですよ。そしたらね、すぐまた北見から電話があって、お前逃げるんだよ、これって言って。どうするんやと。よう来んのか、下手れみたいなことをね、言われたらしいんですよ。それでまっちゃんは、まっと考えと。行ったらないかいってなって、そのゲーム屋で待ち合わせをしたらしいんですよ。そしたら、お前が、うちの下の人間をさらったのは分かってると。だから返せと。金も覚醒剤も持ったままお前がさらってると。だから下の人間も全部返せと。そういうことを言ってきたらしいんですよ。で、まっちゃんはもう話にならんと。意味が分からんと。そうなってね。北見に、あんたどっか組織に入ってるんかと。役立してるんかと。まあそういうふうに聞いたらしいんですよ。そしたらね。どこどこ組のどこどこの本部長してるんやと、まあそんなことを言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんはその本部の電話番号は知ってたんでね、電話かけたらしいんですよ。北見が所属してる本部事務所にね、北見は枝ですけど、その本部に電話をかけたらしいんですよ。お宅の丸々組の本部長してる人間からやから言われてると、ものすごく侮辱を受けてるんやと、このままだったら喧嘩になりますよと。そしたら本部は、ちょっと待ってくださいと。本人と変わってくれますかってこうなったらしいんですよ。で、まっちゃんが、変わら言うとんどっつって、こう、北見に渡したらしいんですよ、電話を。そしたら北見は、こっちのことはほっといてくれっつって、お前らに関係ないっつって、勝手に電話ピッて来たらしいんですよ。それでまっちゃんがもう一回かけて、どないするんや、これと。どう考えても、覚醒剤で、よれよれやぞと。うちはうちで、やりたいことやらせてもらうぞ、このままあったら、つってこう言ったらしいんですよ。そしたら、すぐ行くから、待っといてくれと、場所教えてくれ、つって、まあ場所を説明したらしいんですよ。そしたらまあ、何十分かしてね、5人ぐらい来たらしいんですよ。それで北にはそのままね、引きずって、その所内に連れて行かれたらしいんですよ。まあ、本部の直さんですね。その所内に連れて行かれたらしいんですよ。それでね、まっちゃんはもうそれで、よしとしてたんですよ。でもそのことがね、ゲーム屋通じて、まっちゃんの兄貴分の耳に入ったんですよ。それで兄貴分が、お前そんなこと言われて、このまま終わるすんかと。しっかりけじめとらんかいと。そこの執行部と話してこいと。当時まっちゃんは兄貴分に逆らうことなかったんで、わかりましたと。話してきますと。そう言ってそこの本部事務所に行ったんですよ。それでまっちゃんが、その本部事務所にね、連絡もしないで、いきなり行ったわけなんですよ。ピンポン鳴らして。それで、責任者の人間と話させてくれと。まあそう言ったんですよ。それで向こうは、まっちゃんが山県組のどこどこの誰々やと名乗ってるから、あ、北見の県で来たなっていうのは分かってるわけなんですよ。それで、本部長かね、射程頭か、まあ誰かその辺の役職の人、その人が対応したらしいんですよ。若頭じゃなかったんですよ。その本部長か射程頭か、まあその辺の人がね、出てきて、まっちゃんと話したらしいんですよ。で、まっちゃんは、どれにしてくれるんやと。連絡あると思ってたけど、連絡もないし、どないしてくれるんですかと。まあそういう言い方をしたらしいんですよ。そしたら向こうが、えらいご迷惑かけてすいませんでしたと。そのまま何も言わないらしいんですよ。で、まっちゃんが、それで終わりですかと。えらいすいませんでしたで終わらすんですかと。こっちは、やってもないことをやったと。泥棒扱いまでされて、それで終わるかいと。こうまっちゃんもね、だんだん口が荒くなってきたんですよ。そしたら向こうは、どうしろって言うんですかと。金ですかと。まあ、こういう言い方をしてきたらしいんですよ。でも、さすがに、金やとは言われへんから、ここで手をついて謝らせと。まあ、そういう言い方をしたらしいんですよ。そしたら、今、とてもじゃないけど、ここに連れてきて、頭下げれるような状況じゃないと。っていう、覚醒剤でおかしくなってるから、ここに連れてきても、謝ることはないっていうことを言うらしいんですよ。3日待ってくれと。3日待ってくれたら、何らかの答えを出しますと、納得していただける答えを出すから、3日待ってくれと。
まあそう言われて、まっちゃんも分かったって言って、本部を出たらしいんですよ。そこのね。それでまっちゃんが兄貴分にその報告して、その当時まっちゃんがまあ借りてたね、大阪にマンションがあるんですよ。そこに帰ったらしいんですよ、まっちゃんはね。そしたら、その北にのね、本部事務所の人間から連絡が来て、北にがおかしくなって、道具がいて、いなくなったと。そういう連絡が来たんですよ、まっちゃんに。で、まっちゃんが、それどういうことですかと。あいつを言わせてしまうと。そう言って、道具抱いていなくなったと。だから、気をつけてくださいっていう連絡だったんですよ。で、まっちゃんは、気をつけてくださいよ。違うやろと。もし、やられたらどないするんやと。探さんかいと。探して捕まえろと。まあ、まっちゃんはそう言ったんですけど、本部は、もちろんですと。今探しますと。だから、こっちで見つけるようにはしますけど、一応気をつけてくださいねっていう電話だったんですよ。それでまっちゃんは一応ね、ゲーム屋に来たらダメだから、ゲーム屋にね、北にがおかしくなって、道具抱いて、俺を狙ってるから、気をつけろよと、ゲーム屋に連絡くれたんですよ。そしたらゲーム屋もわかりましたと。まあそう言って電話を切ったらしいんですよ。それから30分後にね、ゲーム屋から連絡が来て、今ねと、買い物に行って、戻ってきたんですよと。そしたら非常階段のとこで、拳銃を持って、北にが隠れてるんですよと。そういう連絡があったんですよ。それでまっちゃんは、なぜかわからないんですけど、ものすごく腹立ったらしいんですよ。舐めやがってと。それでまっちゃんが、待っとけと。今から俺そっちに行くから、北にを遠巻きから見張っとけと。どこかに行くかどうかね。今からそっちに行くって言って、まっちゃんは言ったらしいんですよ。はい。申し訳ありません。パート2まで引っ張るような話じゃないんですが、時間の都合で申し訳ありません。この続きはまた明日喋りたいと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。